はい、皆さんこんにちは。今日はですね、BMW の、M6 のご紹介をしていきたいと思います。M6 というとですね、まあ、最近の M6 をイメージされる方も結構多いかと思うんですけれども、まあ、ある世代以上になるとですね、この車っていうのはもう世界で一番美しいクーペと呼ばれたこの M6 の、ご紹介をしていきたいと思います。でまず、内外装についてなんですけれども、外装に関してはですね、これオールペンを施しておりますので、非常に美しい状態に仕上がっております。もともとのオリジナルでもちろん綺麗なのが一番ベストだとは思うんですけれども、気持ちよく、ね、乗っていただけるという部分では、オールペンをしているっていうのはですね、遠方の方でも、まあ、心配せずに乗っていただけるのかなというふうに思っております。であとこのホイールですね、これがシュニッツァーのアルミホイールを使っ履いておりまして、当時ですね、これ4本でタイヤとともに買うとも100万以上するようなホイールということで、本当にこの M6 をですね、ご所望されているお客様にとっては、このシュニッツァーのアルミっていうのは非常に評価が高いというふうに、言われております。あと、全体を見てですね、当然そのオールペンをしてますので大変、全体においてですね、綺麗な状態を保っております。でエンブレムなんかもですね、よくこう剥げたりとか音が、悪くなっているやつとかこうあるんですけど もうそのあたりもですね、綺麗に、なっております。でこちらも回っていただきまして、内外装ですね、非常に、綺麗な状態を保っております。あと内装をちょっと見ていただきたいと思うんですけども、こちらですね、バッファローレザーを使っているお車になるんですけれども、このレザーもですね、ご存じない方はよくこのちょっとすすけたような感じでちょっと劣化してるんじゃないかというふうに思われる方もおられるんですけども、このバッファローレザー自体がですね、もともと柄自体がこういった感じの柄になってますので、当然多少の経年劣化というのはあるんですけども、経年劣化に関してはですね、非常に少なくて綺麗な状態を保っております。でハンドルに関してもですね、これ M シリーズのハンドルをつけておりまして、もともと純正で作っているハンドルもですね、リアの方に一緒についております。あと6シリーズ全般にこの世代のやつに言えることなんですけれども、リアのですね、こちらちょっと回っていただきまして、ここですね、ここがこう反ってきてグニーとなっているものが結構あるんですけど、これに関してはですね、多分これ修正を入れてるんじゃないかなと思います。このあたりもですね、美しく仕上げていってるので、いいんじゃないかなというふうに思います。あとはまあ一番ですね、この車で心配されるのは内外装ということよりも、どちらかというと走りに関してとかですね、エアコンが効くのかとか、エンジンに関して問題ないかとか、ミッションはどうかとか、そういったことをですね、ご心配されると思いますので、実際に、動いている動画を運転しているところをですね、撮影していただく撮影していきたいというふうに思います。少ないと楽じゃなさそうなんですよ。はい、それではですね、ちょっと早速走ってみたいと思います。まずね、このエアコンなんですけども、このエアコンに関してもですね、ガスの補充もしていることもあるんですが、非常に今のところは効きますね。でリア のエアコンもこのような形でですね、設置しておりますので、エアコンに関しては問題ないですね。あと実際に走っていきたいと思います。クラッチのつながりもですね、非常にスムーズで運転はしやすいですね。ちょっとこの音がですね、実際に伝わってるかどうかっていうのがちょっとあれなんですけど、
今のエンジン音とかですね、聞いていただいて、大体のこうイメージっていうのがこう実際にご自身で、まあ、試乗していただいたような感じでですね、感じ取れていただけるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、走る曲がる止まるっていう部分に関してですね、まあ、不安っていうのはこう乗ってて感じられないような感じです。特にこのミッションのですね、特にクラッチのそのつながりとかクラッチミートなんかも、マイオーナーのすごい変な癖がついてる車なんかにもあったりするんですけど、まあ、そのあたりもですね特になく、普通に日常なしとしても乗っていただけるような、まあね、古い車なんでどうしてもその辺がですねこう心配されるところもあるかと思うんですけど、その辺りも安心して乗っていただけるような、こう安定感のある、感じが味わっていただけると思います。なかなかですね同じ車をもう一台見つけてきてくれっていうのがなかなか難しい車になります。特に前オーナーさんがですね、非常にこだわってこう作り上げていったこの M6 になりますので、ぜひですねそのあたりも含めて考えていくと、金額的にはですね、まあ、販売している側が言うのも何なんですけど大変お安いと思います。ぜひですねこの機会にご検討いただければと思います。以上です。